アコール株式会社は2万円堂の店舗名で東北地方をはじめとした東日本一帯に展開する日本のメガネチェーンストア。店舗の名称は1993年仙台駅前で開始した店舗のメガネ一式販売価格に由来し店内全品2万円均一となっている。当初は薄型レンズや遠近療用レンズなどでオプション料金が設定され、 2万円では買えないケースも多かったが、2005年7月1日、均一価格を実現している。2015年4月から選べるプライス選べるプランを開始している。当初の運営会社は1975年12月に創業した株式会社メガネセンターで、東北で初めてのメガネディスカウントショップ会社である。店舗のほとんどが関連会社とのフランチャイズ店。 二万円堂の名称、ロゴマークは運営会社である株式会社メガネセンターの登録商標であった。創業当初はメガネセンター名で店舗展開していたが、現在は二万円堂名で出店している。近年は北陸地方、山陽地方、長崎県、鹿児島県など西日本各地にも店舗展開を進めていた。関東、中部地方においては、 静岡市に本社を持つメガネトップとの激しいシェア争いが続いていた。しかし、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に近する東日本大震災によって本社が被災し、さらに新規店舗への設備投資が負担となり、債務超過に陥った。その影響から石川県、岐阜県及び静岡県より異性の店舗は、 4月下旬に広島市内の1店を除いてすべて閉店した。同時に関東地方、東北地方、北海道地方の一部店舗も閉店となっている。2013年9月期に黒字決算となったものの多額の累積債務や借入金が経営を圧迫したため自主再建を断念。2014年9月に地域経済活性化支援機構の支援決定を受けた上で 2015年1月1日付で全事業を株式会社2万円堂から投資ファンドが出資するアコール株式会社に条と株式会社2万円堂はアコールへ事業譲ともに株式会社メガネセンターへ再度称号を変更した後本社を東京都中央区へ本社を移転し2015年7月31日に解散2016年5月11日に 東京地裁から特別生産開始決定を受け、同年8月8日に法人格が消滅した。メガネセンターだった頃からテレビ CM を手掛けており、初期はの恋のこの歌による CM が放送されていた。その頃のキャッチコピーはずらりぴたりのメガネセンターだった。2万円堂に業態が変わってからの CM には著名人が出演することがしばらくなかったが、2005年頃から 以下の CM が放映されている。ABO 型倒産速報株式、会社メガネセンターアーカイブド2016年7月30日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、帝国データバンク2016年5月20日、株式会社メガネセンター国税庁法人番号、公表サイト。ありがとうございます。